やってきました。はい、どうもこんにちは、高橋です。お元気でいきましょうね。です。今日はちょっとオープニングいつもとは違う場所で、はい、皆さんの前でね、今日はですね、東京ワンピースタワーが4月にですね、リニューアルするということでやってきました。結構大幅に変わってるんですよ。どのぐらい、このぐらいそれ以上です。それ以上、ちょっと中、どこがあったか見ていきたいと思います。それでは今日、お願いします。グリーンさんの新しいアルバム、Ready、うん、ライブショーのファントムのテーマソング2つ入ってるんですよ。フォーエバードンと、あとファントム、もうやっと聴ける。1年我慢した俺は、やっと出たそれもう買いましたから私聴きまくりますんで。どういったんですか、どういったんだっけ。最高さーらら、最弱の身からです。いい歌ですねこれ自分で聴いてよ、恥ずかしい今ここで結構人いる前に歌ってさうわ、待って、変わってる変わってる、ログギャリー、うわ待って、ログギャリー変わってるよ。うわ待って、俺あの絵めっちゃ好きなんだけど、これやばいやばいやばい、すごいやばい、すごいすごい、すごい、やばいやばいやばい、今行く、うわうわうわ、やばい、もうこっち帰るんだ、こっち帰る、すげえ、これすげえ大事な情報だ。仕込みず歌とされてももクロに見学であり、重力はいつら悪魔の目の下だよ、ほらやっぱ悪魔の目の下だよ、ほら悪魔の目の下です、やっぱりこれ4個じゃん、4個じゃん、すげえ、歴代編集の担当の人、マジですよ、ナイトくんじゃん、おい、過ぎた、おお、おお、おお、待って、これやばいぞ、制作フェアが書いてある。このキャラがこうやって生まれたみたいな。いや待って、これはやばい、わ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 、ちょっと、小田さんの直筆だよ。え、これやば、マジで、待って、マジや、やばどこから飛んできた、カイドウ、カイドウの穴、なんだよ、これちょっと待って、新しいパネルができてる、やば、いや、これめっちゃかっこいい、最悪の世代、やば、ルビーのエンジェルスアドベンチャーも最後変わったんですよ、今回リニューアルで。行きましょう、多分映ってるか分かんないけど、はい、ライブクオーに俺はなる、やばい、いや、これいつ来てもすごい、キールブラウルフィー戦うんか、もちろんだ、ここで支配証拠で購入すればここに映る。あ、待って、すごい、俺の懸賞金900、1000万、10万、100万、1000万、5億7300万ベリーです。ルフィより上でした、私、あとエースより上だからね、エース5億5000万、サボ4回ちょっとした、サボ6億5000万、ここから先、ムービーでございます。動画撮れないですけど、楽しんでいきたいと思います。はい、今、ルフィのエンドレスアドベンチャーのムービー見ました。完全オリジナルアニメです、うん、前の 3D の感じなのかなと思って、違くて普通にアニメ、いろいろ展開が出てたまらんじゃないですか。いや面白かった、まあ仲間ですわ、仲間ですなんかまた新しい感じが、じゃあ次ちょっとファントム新しくなったら行ってきます。はい、ファントムパワーアップしておりました。いや、やばい、なんか今までのいいとこ残して、あといろいろキャラが変わって、ちょっとセリフとかも細かく変わってるんですよ、やばい、いや、これはやばい、ついに君が出たな、え、俺は出てね、君が出たな、俺は出てねえんだけど、言わんこも出てんだよ、よかった、ただ言わんこすげえパンチあったんだ、そこしか覚えてない実際マジでおおってあ、やばくなかった、あれはやばい、ぜひ見てほしい。さあ続いてやってきたのはこちら、サンジの俺様レストラン、今日もやってきました、サンジ相変わらずかっこいい。さあ今回新メニューを食べさせていただきました。最初に食べたのはこちら、因縁のチェリーパイ、これ黒ひげとルフィがジャヤで食べたやつじゃないですか、これね、チェリーの酸味とね、カスタードの甘みがちょうど相まってね、めっちゃ美味しかった。さあ続いてこちら、骨ついた肉のやつ、ルフィのやつ来ちゃいました。これちょっとね、ルフィの気持ちになってガブリ一口いっちゃいましたよ、めっちゃうまい、これ、外はカリカリ、中はジューシー、そしてスモークの香りめっちゃ美味しかった。これ
さあ最後こちら俺様特製石焼きシチュー。これ空島のあのサンジが作ってくれたメニューもしてるんですかね。でそれそのまま行くんかい。ケイさんそのまま行くの。えどうなんですか。うまいうまい、いただきました。まあこれね本当にね、あのチーズが乗ってたりね、中にいろんな具が入ってたりしてクリーミーですごい美味しかったです。はい、というわけでワンピースタワー行ってきました。いやリニューアルしていろいろパワーアップしましたよ。ちょっとこれ見てほしい、ライブショーとかに見てほしい、マジで。一応ね、あの4月の21日から始まってみたいなので、ぜひ皆さん気になった人は見てみてください。どうでしたー、今日は行ってきたいと思います。ありがとうございます。